ありがとうございました。セントラルパークってニューヨークにあるでもとっても大きな公園なんですね。もう寝っ転がれるようなところがあったり、あれ大きな池があったりね、森みたいなところがあったりしますけど、雨上がりっていうのは何かちょっとこだわったんですか？そうですね、なんかこう余韻のある音形、音を使いましたので、こうちょっと濁ったような音を使う。でそれがまあキラキラとこう輝、水滴が輝いているようなそういうイメージで、書いてみましたので、でその雨上がりでその木々が湿って、ピカピカ光ってるみたいな、そんなイメージなんですけど、はい、そう、ただ晴れてる時に行くのもいいんですけどね、雨が降ってその雨が上がってファーッと晴れてきた時にまた見る草木というのは随分表情が違って見えますもんね。そうですね、すぐ新鮮な香りがしたり、はい、ピカピカ光ってますね。それを音でね表すとこういう曲になるってことなんです。はい、雨上がり見てから弾くとまた気分が変わるかもしれませんね。ありがとうございました。